はい、メダ家族どーです。いつもご視聴誠にありがとうございます。そろそろメダカ小屋での繁殖始めたいと思うんですけど、まず小屋の中の温度、あれ壊れてるわ。まあ壊れてるんで体感的に、うん、今朝の8時半、その段階で今日、最高気温が19度になるって言ったっけな、うん、で今の気温が12、3度か、それぐらいで、今小屋の温度がおそらくもう20度近いです。ということはですね、やっぱり5、6度は違ってくるんで、外とこの外気とメダカ小屋との気温の差がそれぐらいあるんですよ。メダカ小屋での室内繁殖するにはちょうどいい、そんな気がしています。なのでオスとメス選びましょうか。はい、ではオスとメスを選ぶんですけど、やっぱり令和2年一発目のこの春の繁殖、私の改良中のメダカ、これをやっぱり選びたいと思います。そしてこのメダカ小屋で繁殖を開始、うまくいくかどうかそれはちょっとわかんないんですけど、うん、じゃあ選んでみましょう。作ってきました。この中からとりあえずオスとメスを2匹選ぶんですけど、1匹ずつね選ぶんですけど、だいたい体型の狂っているものとか、あとは泳ぎがおかしいやつなんかはちょっと跳ねるという感じになるんですけど、だいたいあのブリーダーさんは2対2とか4対4とか、3、2とかそういう感じで交配すると思うんですけど、私の場合はいつもほとんどね、品種改良するときはオスとメス1匹ずつで行ってます。今回も1匹ずつで選んでみたいと思います。では水合わせをします。30分経過したのでそろそろ入れたいと思います。ではゆっくり、このあと2週間から3週間ぐらいすれば
産卵が始まると思います。ではまあ今は産まないんですけど、卵トリーナーを念のため入れておきます。今から1週間後ぐらいに産卵の確認を一応してみましょうか。おそらく産んでないと思いますけど。おばあちゃんを入れています。おばあちゃん、なんか違うね、やっぱ。おばあちゃんすごいからな。